皆さんこんにちは、てっちゃん2239です。僕は今、ここね、和歌山県農林大学校に来てるんですよね。まあ、なんで来てるかっていうと、まあ、これもう卒業生なんですけども、今回はですね、ここで開催されてる、和農市に行ってきたっていうところでやっていきます。お久しぶりです。今回はコラボ動画ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ彼もね、実はここ卒業生なんで、卒業生ちょうど1年ほど被ってたな。でまあね、ここに来た目的っていうのも和の市。和の市。特徴は何と言っても安い。安い。で新鮮。新鮮。なんでね、では早速行きましょうか。早速行きます、はいはい、ではちなみにね、ここね見たら分かるんですけど坂きついです。ある意味通称心臓破りの坂、うん、初見殺しなんでここ。いや車なかったらきついって言いながら、我々普通に歩いてたけど、ね、うん、歩いてた。駅から近いかな。まあ歩いて10分前後ぐらい。10分やね。うん、登ってくるときはちょっとしんどいけど、うん、そうそう、下り場なくです。夏場はしんどい、暑いです。やばいです、やばい。 でここなんですけど、うん、ちょっと看板あるけど、看板の向こう側になんかちょっとした段差あるやんか、うん、ここなんかちょっとした花壇になってたんやけど、今はないっす。花がなくなってる。今はただただ雑草が入ってる。ちなみに和の市はこの先、この先でやってます。はい、というわけで和の市の会場に来ました。開始です。で、こんな感じで、はい、あ、とりあえず商品だけ見せて、うん、ちょっと一時停止で見てください。まずは1から5番の方いますか。はい、というわけで今買える順番ができたんで、ね、これから買いたいと思うんですけど、まあここのね、売りっていうのは開始とともにね、即売り切れるというくらいめちゃめちゃ人気です。顔、あ、キャベツええな。カロスでかいな、やっぱりカロス。で、ちょっとね、これ説明しなかったんですけど、これね、玉ねぎでしてたね。玉ねぎなんですけど、玉ねぎって言ってね、いや、歯がいい。サラダが混ぜる。そうそうそう、もういいよ、歯がもう、うん、こんな感じでね、これ食べれるんですよ。あ、なるほど、なるほど、はいはいはい、結構美味しいらしい。で、まあこのね、農林大学校でね、人気なのがこのミニトマトなんですよね。ちょっと今、なんか残ってるんですけど、これめちゃくちゃ甘くて値段が高いです。めちゃめちゃ安いです。安いよ。で、コージ、ん、はい、僕らの時にさっき言った、うん、ミニトマトとかトマトってめちゃめちゃ安いな。安いよ。これで200円。特に今は結構高騰してるから。そうそう。うん、2つでさ、400円、500円のとこがない。いくいく。それでも200円。で、もっと人気なのがイチゴ。イチゴはすぐ。それで500円もな、即なくなる。で、このね、農林大学校っていうのは、まあ、こんな感じで野菜以外にも、やっぱり果物のね、加工したやつなんですけど、カキチップっていう、こういうのも販売してます。これ100円です。これ、江戸を選んでるかな。おー、スナップエンド。今、工事が、キャベツ待機するとこ撮ってます。ネギ、2かけるミニトマト、カキチップ、以上です。ちょうどお預かりします。
これで600円。これで600円。600円、おレシートです。ありがとうございます。これで100円。キャベツ大根です。ちなみにですね、ここにあの花も置いてまして、こんな感じで。はい、というわけで、あの、ワンワンチで売ってたのを買ってきました。で、俺がね、ミニトマト2つと、で、キャベツ2つ、ネギと玉ねぎ。これ、葉玉ねぎって言ってね、なんか、皮ごと食べられるみたいなやつですね。では、最後に、あのここの農林大学校までの道のりを、最終坂登ってきたら見えてくるかな。ちなみにこの坂はめちゃめちゃきついという。歩いてくるのはちょっときつい。歩いては、うん、来るのは結構至難の技。車でも結構きついじゃん。結構深そうだな。やばい。そうそう。ちょっと京奈和道の真下くぐる感じやこのな。でちょうどここに。なんか石碑みたいなのがあるから、でこのトンネルが目印だ。そうやね、ここやね。他のこの前だったら真上が何て名前やろ。で、まあ電車で来る場合やったらどっちでも行ける。どっちでも行けるけど、まあ無難な方で。今でもやってんのかな。和の市以外にも実は買えるところがあります。おお。あそこどこや。あんまり覚えてないよ。中井ぶりの駅。ああ、で、まあこれ、今まっすぐ行ってるけど、これ今踏切見えたと思うんですけど、まっすぐ行ったらあの信号に引っかかる。その前だ、踏切の手前のとこや。そう、ちょうどここに農林大学校、農林大学校って書いてるから。で、ちなみに電車で来た場合はこのちょっとここから行くけど、行くけど、このね、分かりにくいんだよね。下に駅があって、そう、ここにある。いた止めろ。で、まあ一応農業大が、じゃあ和の市以外でもここのね、中井ぶり駅の多分この中やんな。で、こうやってたの、あんまりやったら覚えないじゃん。それたまに出してる。火曜日と金曜日やったかな、出してる。イメージがある。まあそんなところで。この下がね、駅です。駅です。ホームこの下に中井ぶりっていう駅があります。中井ぶりというね、はい、うん、何の意味のわからない駅がありますちなみに無人駅です。無人っていう感じですかね。ですね。あ、そうやな、オッケー。はい、オッケー。ちなみにこれ今公約地側ってないかな、橋本側からこの野内へ向かう時の道を今通ってるんですけど、この今止まったこの信号、この交差点を、右に曲がったらあの京奈和なんやね。うん、だから、で京奈和から来たら、まあ、この高野口インターなのか、
そうやね。確か。まあ農大から来たら左折することになると思うけど。うん。まあ高速から来たらこの高野口のインターを降りたらこの信号に出ます。で、ちょうど大野っていう。大野っていう、ね、交差点。で、これをまっすぐ行ったら。行くと信号があるよね、それを曲がったら
カイブリ駅から降りてもらって、歩いて10分ぐらい、うん、10分やし、まあ、最後の坂だけなちょっとしんどいけど、しんどいけど、まあ、あるんで、それを越していただいたら、あります。で、ふわっとしたら、毎週木曜日の2時半からやってるんやけど、うん、もう1時ぐらいから並んどいた方がいいかなっていうのも、うん、値段がめちゃくちゃ安いんですよね。うん、だから結構地元の人らだから結構来てるよな。来る。なんならもう常連客がいてるから。そうだね、確かに。で、まあ値段が100円。うん、キャベツ1個、2つで100円。2つというか2玉ね。うん。で、もちろん大根も2本で200円。値段100円。ああ。ってことは1本50円。はい、安い。なあ、それに品質もね、いいしね。そう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 。なあ、品質もいいね。まあめっちゃめっちゃお得の。なあ、そう。普段だったらまあレベルやったら200円、300円取られてもおかしくないから。なあ、倍より。なんなら4分の1で200円とかっていう場合もあるから、うん、相当安いっていうのが。なあ、倍以上の値段してもいいからな。そうそう。しかもな、値上げしててもさ、あれだけ値上げしてなかったもん。まあ、それが大きな特徴なんで、まあ、皆さんもね、もしその機会があればですね、行ってみてください。まあ、木曜日が、休日の日はやってないかな。そうやね、主に木曜日が休日じゃなかったらやってますんで、俺は仕切ってんの。今ね、バイヤーの。